ラーベンシュタインはドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡の南部に位置する小都市。バレンベルクの長望、ラーベンシュタインはバレンベルク、メルヒンゲン、ヒュングハイム、エアレンバッハ、オーバービットシタット、ウンタービットシタットの6区からなる。地域はバウラントに位置し、28%が森林に覆われている。区はそれぞれヤクスト側に注ぐ。 小川沿いに位置している。ヒュングハイムとメルヒンゲンは、ケッシャハ川、エアレンバッハ川、ゼルビンゲム川、バレンベルクとオーバー及びウンタービットシュタットは、ハッセルバッハ川である。ヒュングハイム及びメルヒンゲンの統治権は、1806年まで、全域、または一部が、ベルリヒンゲン家のものとなっていた。バレンベルク、エアレンバッハ、オーバー及びウンタービットシュタットは、 1802年までマインツ大使教領に属していた。カール大帝がビュルツブルグからスイスへ向かうのに通ったと言われる古い街道跡がバレンベルク付近に残っている。1306年にクラウトハイムに宮廷を構えていたハクボッボ一世からバレンベルクに都市圏が与えられた。バレンベルクの有名な農民指導者イエル・クメッツラーがドイツ農民戦争に参加したことで この町の自治権は危機にさらされたが、都市権は何とか守られた。1737年からシナゴーグ県ユダヤ人学校があったことが知られている。1880年からこの町はラビの管区本部所在地となった。1938年にシナゴーグは破壊された。ドイツのユダヤ教信者はフランスの区間へ追放された。市町村の枠組みの中で、 1971年12月1日に、それまで独立した自治体であったバレンベルク、エアレンバッハ、ヒュングハイム、メルヒンゲン、オーバービットシタット、ウンタービットシタットが合併し、ラーベンシュタインが成立した。バレンベルク、エアレンバッハ、ヒュングハイム、オーバー及びウンタービットシタットではカトリックが主であり、メルヒンゲンではプロテスタントが多数派である。メルヒンゲンには、 重要なユダヤ教組織が存在する。ラーベンシュタインの市議会は14人の議員からなる。ラーベンシュタインの紋章は、上部は赤字、教壁の元は銀字。銀字部分に六本スポークの黒い輪。この紋章は、マインツァー・ラートとベルリヒンゲンの輪を組み合わせたものである。これにより、自然域の丘陵史を表現している。教壁は、バレンベルクの都市圏を表現している。 ラーベンシュタインは市内にアウトバーン A81 号線のアーデルスハイムオスターブル県インターチェンジを有している。鉄道へのアクセスは隣接するオスターブル県を経由する。ありがとうございます。